人28号かわいい、かわいいですね、これあ、それすごいね、かわいくない、かわいい、ちゃんぽん、わあ。新年明けましておめでとうございます。アイナック神戸レオネッサフォワードの田中美奈とディフェンダーの森谷美奈です。今回ですね、キュークプロジェクトの一環としてアイナック神戸、公式チャンネルで配信される動画を撮っております。今回は私たちが担当します。長田区に来てます。鉄人28号長田区の魅力を皆さんにお伝えできるように行ってきたいと思います。行きます。そば飯の、そうだね、発祥地粉もんね、食べたいねということで、はい、ちょっとね、美味しそうなお店見つけたら、うん、入ろう入ろう。あ、今日私服、あ、そうです、来て、今日の出店のポイントはアウターです。アウター、お気に入りの、はい、JW アウター。あー、いいね、かわいいですね。皆さんのポイントは、ポイントはかわいい色の、あ、いいですね、パンツです。あー、いいですね。あんま私服でね、撮影ってないもんね、多分普段とは違うね、そこが見れると思います。うわ、ゲームセンターだあー、いいな、ズモ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 いいな、ズモズモ、ゲームセンター大好き、ガチャガチャとかね、なんで見たいということなんで許可取りお願いできますか。丸丸ということでちょっと見よう、ガチャガチャ、はい、あ、こういうカセットテープ、あ、それかわいい、いけますか、第一志望、これあれ、え、あんじゃない、 C でしたピンク、でも可愛い、これ入れれるの、あ、そういうこと、可愛くない、すごいね、え、可愛くない、可愛い、これあ、こうやってなんだ、あ、こうやるやつ美味しそうなご飯屋さん、どこかな、あれだね、ぜひ選手の DM でもいいからさ、うん、いろんな区のご飯送ってほしいよ、うん、あ、送ってほしい、ね、おすすめのとことか、はい、いろんな区のね、はい、担当がいますのでね、そちらにこちら、あ、インスタグラム貼っといてもらおうか、ここに、あの、港なんかオフィシャルのお願いします、お願いします、ここ長田区です、モーリアですね、お願いしますね今はね、長田区神戸市を、まあそうだね、うん、おい、そうだね、あ、なんかすごい、何、いいね、この道、下町っぽいね、居酒屋だ、お好み焼きではない、あ、鉄板、川島さん、あ、良さそうやん、美味しそうなお店見つけたんで、鉄板川島さんに許可取りお願いしてます、もうや、頑張ってきます、もうやしたいんです、行ってきます、ドキドキですね。さあ、どうなんでしょうか。オッケーおー、ナイス、やった、めっちゃ緊張した。ウルチャで、あ、お疲れ様です。質問していい？いいよ。普段粉物食べる？粉物、あ、食べる。一応小学校まで奈良に住んでたんだけど、うん、実家で、ホットプレート出すじゃん。うん、んで、あのキッチンに全部もう準備されてるの。うん、何を入れたい、何でも入れていい。それで自分の好きなやつを入れて、あの粉のやつを。入れて自分で鉄板で焼くの。小学生から？そう、自分の好きなのって焼いて、それで食べるってのはやってた。関西っぽくない？焼くのうまいね、うん、めっちゃどうやってる
あ、美味しそうでした。あー、美味しそう。いただきます。はい、どうぞ。美味しいですか。美味しい。いただきます。どうですか。美味しい。あ、やっぱり。お好みでドロとか。はい。うん。なんか。うん。やっぱすり焼き。うん。美味しい。ドロ。ドロ。うん、ドロ。うまっ。辛い？うん。辛い、辛い。へぇ。何してんの？よそ見してて。ドロがドロドロになりました。これで食べてもよかった。結構辛いのいける。うん、いけると思う。唐辛子の辛さとさ、カレーのスパイス。あ、唐辛子の方が好き。なんで、カリウスゼミのオファーお待ちしております。お待たせです。ちゃんぽんとは。うわー、ありがとうございます。そう、結構田中選手抜けてるんですよ。抜けてる。なんだろう、抜けてる。笑える。結構硬そうっていうか、うん、真面目、うん、ちゃんとしてるっていうか、ね、ですよね。で、なんかスーパー一緒に行ったんですよ。自分はこうフルーツを見たくて、で、みなさんはなんか違うものを見に行ってて、で、行く途中で、自分がパイナップル、パイン見てくるわって言ったら、パインちょっとやべって思ったんですよ。素だったんですよ。全然ね、狙いに行ったとかじゃなくて、普通に気づかれてないで会ってくれって思って、バレてたんですよ。いや、すごいですよね。これそれが素なんで、結構面白いですよ。本日はありがとうございました。そちらこそありがとうございました。美味しかったです。喜んでも大丈夫だ。せっかくなんで、はい、アイラックのポスターを、はい、お店で貼っていただきます。はい、喜んで。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。また、はい、また、はい、よろしくお願いします。はい、どうでしたか。いや、楽しかったね。ね、なんか初めて、うん、だけど、うん、アポ取りもして、ね、美味しいご飯食べて、はい、うまくできたんですかね。どうですか皆さん。まあ、もしよろしければチャンネル登録高評価してもらえると嬉しいです。今回は長田区で田中とノリアがお届けしました。ありがとうございます。それでは皆さん、さようなら。